スレッシャー。スレッシャーは、アメリカ海軍のスレッシャー、パーミット級原子力潜水艦。艦名は、オナガザメ、A、セレジャー・シャークにちなみ命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。本艦は、同級の一番艦であったが、1963年4月に、事故で失われた。本艦の深海潜航試験時における事故は、厳密な潜水艦安全運用プログラムである。 サブセフが実施されるようになった分岐点とみなされる。スレッシャーは1958年1月15日にポーツマス海軍造船所に建造発注される。1958年5月28日に寄港し、1960年7月9日にフレデリック・バーデット・オーダープジンによって命名、浸水。1961年8月3日に、 D.N.L. 悪事ン艦長の指揮下収益した。収益後は1961年から翌62年にかけて西太平洋及びカリブ海で長期購入を行う。これらのテストでは搭載された多くの複雑な新技術及び兵器の評価が行われた。大やけ身に続いてスレッシャーは1961年9月18日から24日まで、 アメリカ北東海岸沖で原子力潜水艦演習3から61に参加した。10月18日にスレッシャーは東海岸に沿って南方へ向かう。プエルトリコのサンフアンに寄港中の11月2日に艦の原子炉が停止し、艦内の電源はディーゼル発電機で供給された。しかしながら発電機は数時間後に故障し、 バッテリーから電源が供給されることとなる。発電機は短時間での修理が見込めなかったため、艦長は原子炉の再起動を命じた。原子炉が臨界に達する前にバッテリーの電源が切れ、換気が行われなくなったため艦内機関室の温度は60度、下肢140度に達した。翌日、河原が到着し、ディーゼルエンジンから電気を供給したため、スレッシャーは 原子炉を再起動することができた。その後は、大焼け身及び水雷試験を行い、11月29日に、ポーツマスに寄港する。同校に年末までとどまり、翌1962年は2月までソナー及びサブロックの発射試験を行う。3月には、原子力潜水艦の戦術能力向上を目的とした演習、ニュースウベックス2から62に参加。 アルファニ務ム部隊との対戦水管戦訓練にも参加した。スレッシャーはサウスカロライナ州チャールストン沖で海軍対戦水管戦会議の視察を受け、その後ニューイングランド水域に向かう。続いてフロリダ沖でサブロック発射試験を行った。しかしながらポートカナベラルでの停泊時にタグボートと衝突し、バラストタンクを破損する。 コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で修理を受けた後、スレッシャーは再びフロリダに向かい、キーウェスト沖で試験を継続した。その後母校に戻り、1963年の初春までドック入りした。1963年4月9日、ドックでの修理作業が完了するとスレッシャーは、ジョン・ウェズレー、ハーベイ艦長の指揮下オーバーホール後の成長試験を開始した。 ハーベイ艦長は、米原子力潜水艦の黎明期より、原子力潜水艦に乗り続けている上官経験が、豊かな軍人であり、事故時で、原子力潜水艦歴9年、ノーチラス号の北極点通過航海にも参加した、経験もモチベテランだった。事故当日、海中救助船スカイラークを随伴したスレッシャーは、 マサチューセッツ州コット三崎東方3 5 0トルの海域に向かい、翌10日朝から深海潜航試験を開始した。スレッシャーが試験深度に近づいたところで、スカイラークはスレッシャーからの水中電話で雑音混じりの通信を受けた。小さな問題が発生、上昇格を取り、ブローを試みる。スカイラークはスレッシャーに制御可能か問い合わせたが、 可能じてわずかに聞き取れる更新を発した後に、核壁が壊れる不吉な音が返ってきたのみで、やがて水上の観測者たちは、スレッシャーの沈没を悟った。乗組員と軍及び民間の技術者、合計129名全員は艦と共に失われた。バチスカーフトリエステ、海洋調査船ミザール及び他の艦船を使用して、行われた大規模な水中探索の結果、 スレッシャーの残骸は8400フィートの深海で、大きく6つの部分に分かれて発見された。残骸の大部分は134000平米の範囲内にある。6つの部分とは、司令塔、ソナードーム、艦首、機関部、作戦室区画、艦備である。深海で撮影された写真、引き上げられた部品及びスレッシャーの設計、運用歴の評価によって、 海軍予診裁判所は、スレッシャーは、おそらく海水配管システムのロー付け箇所が破損したものと結論た。この配管では溶接ではなく、銀によるロー付けが多用されていた。以前に実施していた超音波による検査では、ロー付け箇所の約14%に潜在的な問題が発見されたが、それらの大部分は修理を要するほど重大な危険はないと判断されていた。 破断した、接合箇所から噴出した高圧の水は、多数の電気パネルの内どれかをショートさせたかもしれず、そうなると、原子炉は緊急停止して推進力は失われる。バラストタンクを排水、ブローできなかった原因は、圧縮空気タンクが、角の湿気に満たされていたためだと後日結論された。このため空気が弁を抜ける際に凍りつき、自身の通り道を塞いでしまったのである。 この現象は後に、姉妹艦のティノサを用いて、ドック内で再現された。試験深度近くでのバラストタンクブローをシミュレートした試験では、弁内部のろ過器が氷結し、空気の流れはわずか数秒間しか持続しなかった。後日、空気乾燥機が高圧空気圧縮機に追加装備され、緊急ブローが正常に動作するよう修正された。ディーゼル機関の潜水艦と異なり、 原子力潜水艦は海面への浮上にあたって、バラストの排出よりも、速度と艦隊の角度に依存している。また、深海では、バラストタンクから排水することもまずない。そんなことをすれば艦隊は、制御を失って海面へ、ロケットのように急激に浮上してしまう可能性があるからである。通常の手順では、潜望鏡深度まで艦隊を推進させた後、潜望鏡を上げて周辺に、 問題のないことを確認し、それからバラストタンクを排水主管を海面に浮上させる。事故当時の原子炉操作手順には緊急停止に続く急速再起動は含まれておらず、また二次冷却系に残る蒸気を使って海面まで管を駆動することも入っていなかった。原子炉の緊急停止に続く規定の手順では主蒸気システムを分離して、 水力と電力をもたらすタービンへの蒸気を遮断することとされていた。これは原子炉が過度に急速に冷却されるのを防ぐためだった。スレッシャーの原子炉操作士官であったレーモンド・マックール大員は事故当時家庭内の事故で負傷した妻の看護のため乗官して怒った。彼を気の毒に思ったハーベイ艦長が上陸許可を与えていたのであった。 マックールの見習いだったジェームズ・ヘンリーは原子炉協定を終了したばかりだったので、たとえスレッシャーが限界深度か、それよりやや深い深度で浸水していたとしても、多分規定の手順に従って、スクラム後に蒸気システムを分離する指示を下しただろう。一旦閉じられてしまうと蒸気系の閉鎖弁は大きすぎて、すぐには解放できなかった。後年マックールは自分なら、 弁を閉じるのを遅らせたはずだと述べた。それなら機関室が浸水しても、管を海面まで推進できただろうという。ハイマン・リッコーバー提督は後に手順を改定して、原子炉の緊急停止後でも二次冷却計から、一定量の蒸気を数分間は引き出るようにした。スレッシャーの沈没後、リッコーバーの訓練に対して、多くの隠れた批判がなされた。リッコーバーの 原子炉屋たちはいかなる時でも原子炉を守るようあまりにも厳格に条件付けされているので、たとえ艦が大震度で明らかに遭難していても、彼らは機械的に主上機弁を占めて艦が必要とする推進力を奪ってしまうというのである。この批判ほど立候がを激怒させたものはなかった。常識的に考えてそれはデタラメだと彼は主張した。 機関室の乗員は浸水の被害に単純に圧倒されてしまったか、または抑え込むのに手間取りすぎたのだろう。スレッシャーが出港する前にドックで行った機関室への浸水試験では、補助海水系からの漏水を遮断するのに20分かかった。試験深度で浸水しつつ、しかも原子炉が停止している状態では、スレッシャーは回復までに20分もの猶予はなかっただろう。 たとえ原子炉制御システムのショートを解決できたとしても、そこから炉再起動するのに20分近くかかったはずである。スレッシャーは、震度1300から2000フィートの間のどこかで、圧壊した。全乗員はほぼ遅くし、長くとも1から2秒以内したと考えられる。事故後何年かにわたり、米国海軍は、サブセフ計画を発動しすべての潜水艦について、設計、 製造上の問題を修正するべく努めた。これは、原子力、通常動力を問わず収益中、建造中、計画中の全潜水艦を対象とした。正式な調査の結果、ポーツマス海軍造船所に残された記録は、およそ十分でないことが判明した。例えば、ポーツマスで完成に近づいていたスレッシャーの姉妹艦で、あるティノサの外角溶接箇所の X 線写真の、 所在は誰も確認できず、実際そもそも撮影されたのかすらわからなかった。さらに、スレッシャーの機関室レイアウトは、不便なばかりか危険でさえあり、死及び補助回水系の閉鎖弁は、管の中枢部から操作不能だった。後に、ほとんどの潜水艦には、操打室の中央制御盤に浸水制御レバーが、設計時点で、装備されるか後付けで追加され、 当直機関士官による遠隔操作で海水系の閉鎖弁を閉められるようになったが、これはスレッシャーでは現場で手動操作する必要があった。浸水時では乗組員は閉鎖弁に到達すらできなかったかもしれない。深海では、たとえ小さな亀裂からでも紛失する水流は金属キャビネットをへこませ、ケーブルの絶縁を剥ぎ取り、人体をも切断できてしまう。 深海1フィートでの水圧は1平方インチたり、約450ポンド。あとに、サブセフは、米国海軍における、厳選運用の革新とされたが、わずか数年後にはないがしろにされた。それは、厳選戦力増強を目論んだ、別の計画のため、新厳選スコーピオンを急いで収益させた、際のことだった。百六十八年五月十一日に、 アゾレス諸島沖の事故で、スコーピオンが失われたことでサブセフの必要性は再認識され、それ以来米国海軍は源泉を喪失していない。米国海軍は、スレッシャーの沈没以来、現場海域の環境条件を定期的に検査しており、米国海軍原子力感染の環境に対する影響を報告する公式年次文書の中で触れている。 これらの報告書では沈没したスレッシャーが現場海域の深海環境に影響を及ぼしたかどうかを確認するために採取した海水、沈殿物、海洋生物のサンプルについての詳細を提供している。報告書はまた水上艦船及び潜水船、それぞれから深海調査を行うための方法論について説明している。検査結果によれば 環境に対し重大な影響は出ていない。スレッシャーの核燃料は依然漏出していない。米国潜水艦の級別は一般にその級の一番艦の船体番号で知られる。例えば、ロサンゼルス級の艦は、ロサンゼルスの船体番号が SSN-688 であることから688級と呼ばれる。これに従えば、スレッシャー級の艦は593級と、 呼ばれるべきなのだが、スレッシャーの沈没以来594級、パーミット級と呼ばれている。4月9日、4月11日午前10時30分の記者会見で、米国海軍は、艦が失われたと公式に結論した。事故から50年後の2013年、音響データの専門家である、ブルースルールは、アセススカイラークと大西洋のソススレツから得られた。 データの解析結果を論文にまとめ、ネイビータイムズ氏2013年4月8日号に掲載した。ルールの分析が依拠した、ソススデータは1963年当時は高度の軍事機密であり、事故調査委員会でも公に討議されず、議会審問でも公表されなかった。ルールは沈没の主因を主冷却ポンプに給電していた、分電盤の故障と結論した。 ルールによると、素スデータが示すところ、まず電気的な不安定が2分間続き、ついで分電盤が9時11分に故障死守、冷却ポンプが停止した。このため、原子炉が緊急停止し、推進力が失われた。さらに、圧縮空気パイプ内部の欠氷のためバラスト水を排出不能となったため、スレッシャーは沈没した。 ルールの分析では、配管道付け箇所などからの漏水は一切なく、スレッシャーは悪解するまで水密だった。ソースデータは漏水の音響を一切拾っておらず、スカイラークの上院も、新水音は全く報告していない上に、スカイラークは、スレッシャーと普通に会話可能だった。これが、問題になるのは、試験深度で漏水すればたとえ小さなものでも耳を、漏するご音を発したはずだからである。 加えて、スレッシャーの全館長は、もし浸水があれば、たとえそれが小口径の配管からでも自分なら、小さな問題などとは呼ばないと証言している。ルールは、スレッシャーとの会話で9時17分に出てきた、900という言葉は、試験振動を指すもので、つまりスレッシャーは計画上の試験振動だった1300フィートを900フィート、上回る、振動2200フィート、 約670メートルまで沈行していたと解釈している。ルールによれば、ソススデータは、スレッシャー悪海を9時18分24秒、震度2400フィートと示しており、これは従来想定されていた悪海震度より400フィート深かった。悪海はわずか0.1秒間の出来事で、早すぎて、人間の神経系では、知覚不能だった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。